こんにちは、タカさんです。本日は千葉県庁前にやってまいりました。これから千葉県の、指導家庭科に、電話をかけてみたいと思います。はい、はい、それじゃあ屋外から始めます。はい、こちらですね。そう、連合福祉部、連合福祉部指導課程がこちらですね。さあ、電話をここにかけてみましょうね。ですね。児童相談所改革室に電話かけてみたいと思います。043-223-364-3634。はい、私、子どもの人権を守る会の川本と申しますけども、どうもお世話になってます。すいません、ちょっと児童相談所問題とか、虐待死関連のところってこちらが受付で間違いないですよね。はい、
こちら今お話になられている方って改革室のどなたになりますか？入江龍太主事様ですね。はい、はい、すみません、まず今回お聞きしたかったのはですね、昨年の6月5日の、新聞記事にもある通り、市原市の乳児死亡事件の際に、県の個人情報保護条例に基づいて虐待死事件の情報を公開しないと判断していたということにつきまして、この新聞記事によりますと、新潟大学の鈴木正智教授、情報法の権威の方、法学者さんが千葉県のこの児童虐待対応、県の対応、これ法的根拠に厳しい乏しいと、県の個人情報保護条例などという法律を出しましたけども、これは根拠にならないと、法的に間違っていると、で悪質な隠蔽と、もう糾弾されてますよね。これ新潟大学のこの鈴木正智教授という法学者のこの権威の方に糾弾されてますよね、悪質な隠蔽と。ということはもう事実、もう悪質な隠蔽行為を行ったと、過去形ですよね、これね。どう見ても千葉県の対応、ですよね。客観的にもうこのように書かれてるわけですよね、新聞記事として。でこれ当然反省してるのかなと思いまして、個人情報保護の観点からというのは、この個人情報保護条例に基づかなければいけないのに、それを全く理解してないと、千葉県のこの児童家庭課の人間も、児童相談所の所長も次長も課長レベルも、この県の個人情報保護条例に該当する場合と該当しない場合の区別がついていない、区別がついていません。じゃあ具体的に、じゃあどういう場合にこの個人情報保護条例に当たるのか当たらないのか、今お答えできますか、あなたできますか、現にできますか。反省してたらできるはずだと思うんですけども、できますか。できますかというのは、どういう場合に情報を出せて、どういう場合に出せないのか、基準分かってますか。分からないってことは反省してないってことですよね、徹底されてないってことですよね。これ児童相談所改革室なんで、ここの方が理解してないってことは、まずほとんどの方理解できてない、反省していないということが今ここで全国民に明らかになりました。はい、あれから1年も経つけども、反省してないと、この個人情報保護条例に基づくものが悪質な隠蔽だと法学者に糾弾されているにもかかわらず反省していない。しかもこれ次の6月9日の新聞を見ていただきますと、野田市の、小学4年生栗原美也さんの死亡事件の第三者検証委員会の副委員長を務められた小木曽宏教授からもこれは糾弾されてまして、この虐待事件をきっかけに改善を進めているときに、以前より頑なに情報を出さずに隠蔽しようという逆向きの動きにしようと、動きになりかねないともう批判されてますね。これどういうことか分かりますか。情報を出さないということは分かりますか。分かりますか。あなた分かりますか。お答えできないということは、そちらで反省していないというふうに判断しますけども、はい、
あの結局どこが出せるか出せないかって正しく判断してるという自信があると考えてよろしいですか。じゃあよろしいですか、よろしいですか。それでそれで隠蔽してたら私またあなたの言ってることここで嘘だということになりますけど、それでもいいですね。そういうことですよね。これ以前より固くなで隠蔽する動きだとこう中断されています。この個人情報保護の問題と県が担う公開性への責任は別だとこの小木曽教授が中断してます。全く別問題なんですよ。この個人情報保護の問題と県が担う公開性への責任、あなた公開性への責任はご理解してるんでしょうね。わかります？この公開性への責任、この小木曽教授がおっしゃっている公開性への責任というのをご理解してますか？これあなたに聞いてるんですよ。ここあなた、ここ児童相談所改革室ですよ。で、昨年こういうことが起こってるんですよ。これに対してお答えできますか？分かってないでしょ？反省してないでしょ？ね、やっぱり反省してないの。これ栗原美也さんのこの事件の後、千葉県の児童福祉の公務員は全く反省していない。それが明らかになったわけですよね。今ここの電話で2021年9月28日、午後13時14分、はい、減任しました。これまあ全世界にこう今事実が知れ渡ったわけですよ。もうこの隠蔽とこの県の担う公開性の責任、ここの区別がついていないところでもまたやりますよね。じゃあちょっとまだいろいろネタがありますんで、いろいろご披露させていただきますけども、まあ、この県につきましては、ネットでも上がってますから、この県のひどい対応、しっかり糾弾していきますから。県の隠蔽問題、旭川市のいじめ事件ご存知ですか？あれ市長変わりましたね。あの投票の方見ると隠蔽問題、いじめの隠蔽問題で投票したという方が4分の3占めました。これは我々のような活動家がですね、じっくりと取り組んだ結果、市民が関心を持って、そして立憲民主党と教育委員会がもう蜜月の間柄であるため、その対立候補をみんなで応援し当選させたんです。ひっくり返したわけです。そして隠蔽問題にメスを入れると、同じことですよ。千葉県の児童福祉の公務員、児童相談所があなた、何をやっているか分かってますか？改革室にいるんですから改革しなきゃいけないですよね。で、私たち、団体は一時保護所を退所された子どもたちからアンケートを取って、一時保護所でガイドラインが守られていない事実を複数名から、中学生以上の方特に何名か同じことをおっしゃられてたので、まあ小学生の方も含めて間違いないと、どう考えてもガイドライン、一時保護ガイドラインに反する、つまりガイドラインは児童福祉法に基づいて厚生労働省が書いているものですから、つまり法律に反することを児童相談所、千葉県の児童相談所が行っていると、そういった事実があるわけです。さらにこの一時保護ガイドラインには対処する児童にはアンケートを取るなどして、まあ、改善に努めなければならない、意見箱を置いて紙を渡すなどといろいろ書いてあるんですけども、対処児童の方々に聞きましたが、意見箱に入れる紙をもらえたと言っている方いません。千葉県の市川児童相談所においては意見箱非常に分かりづらい場所にあったと、柏児童相談所においては紙をくださいと必要に職員に迫ったがとうとうもらえなかったと、これは二瓶仁所長、渡辺忠所長、彼らの責任ですよね。こういった一時保護ガイドラインを無視し、児童福祉法の第1条第2条に反する行為、児童福祉法第1条には子どもの権利条約にのっとりとあります。つまり子どもの権利条約には子どもの発達度合いに応じて子どもの意見を聞くと、でさらに第2条におきましては
改めて子どもの意見の尊重、これも書いてあります。これに反する行為を千葉県の児童相談所は行ったと。それをあなた方は隠蔽しているわけです。私何度も児童家庭課に足を運び、こういった事実を明らかにし、ネットにも上げています。それでもこうやって、全く改善されていない、その事実はどうお考えですか。黙認でよろしいですね。黙って認める、認めたということでよろしいですね。法的に黙って認めた、児童相談所改革室主事入江隆太様、認めたと。児童相談所が子どもを一時保護所内でひどい目に遭わしているということを認めた、黙って認めた、黙認ということでよろしいですね。はい、何でしょう。そうです、子どもたちに確認を取ったわけです。これは本来児童相談所がやるべき内容です。それをしていなかったということも確認しました。その子どもたちから、多くの子どもたちから、アンケートを募ってるわけです。私たちはこういった子どもたちの権利を守るために活動しておりまして、千葉県の児童相談所が児童福祉法を違反する行為をしている内容を掴んだため、こうやって、県庁前で凱旋しながら電話しているわけです。わかりますか。もらってないし、もらったという子どももいないし、こうやって対象時のアンケートを取られたという声も聞きません。だから我々のやっている行為は児童福祉法に基づいた正しいことをしているというのは分かりますよね。子どもの意見を聞いていると、ええ、だから子どもの意見正しいことを言っているんです。で、問題はその後です。分かります。問題言いますよ。本題、入江さん、青木さとみ次長兼首席児童福祉士、ご存知ですよね。どこにいらっしゃるか。彼女にこの一時保護所の状態がまずいという話を聞いているので、改善してもらいたくてそこに行ったところですね、非常に尊大な態度で、まあ、録音にも、あのネットに上げている録音にもあります通り、ふーん、はいという態度で聞いた挙句ですね、この子どもたちの声、私子どもたちの声も録音してますから事実として持って、それを書面に起こしてやってるわけですけども、まあ、それに対して青木さとみ次長現首席児童福祉士という重大な児童相談所の管理職にある人間が、あなたの推測と言ったんですよ。子どもの意見を尊重しなければならない人間が、あなたの推測、もう完全に児童福祉法違反です。児童福祉法1条2条3条に違反します。児童福祉の原理ですから、第3条にある通り、これはもう絶対に守らなきゃいけないという意味で、原理という言葉が法律の条文で定められているほど重要なものです。それを踏みにじる行為を青木さとみ次長兼首席児童福祉士が、そういった法律違反の行為を言動を行ったということで、これは謝罪せよということで総務部にも書面を出しましたし、また人事班にも、話をしました。もちろん児童家庭課にもお話しさせていただきました。で、どうでしょう、処罰されるどころか、そのまま次長兼首席児童福祉士の立場にいらっしゃるではありませんか。この点について児童相談所改革室としてのご意見をお伺いいただきたいのですが、いかがでしょうか。だってひどいでしょ、どう考えてもひどいでしょ。一時保護所のアンケート取るのは一時保護ガイドラインにもある行為で、そのアンケートを取った内容を伝えに行ったら、あなたの推測ですよ、聞く身に持たないんですよこの発言には唖然としましたよ。
だから悪質だからネットに上げましたよ。あまりにも悪質。これが千葉県の児童相談所の管理職の実態。こういった方々が管理職にいるから、現場の児童福祉士さんは上から児童福祉法に反する行為を強要されていることになり、パワハラを受けているという状態になっているかもしれないんですよ。上司からのパワハラによって現場の児童福祉士が苦しんでいるのであれば、この国の子どもたちは守られません。一体何をやっているんだと。管理職をまず処分するところから始めなければいけないのではないかと、そう思います。栗原美也さんの虐待死事件におきましても、自民党岸田啓司県議会議員から糾弾されてますよね。2名の奥野智義所長、二瓶仁所長、文書訓告のみで済んでいる。もう事件の重大性からするとこの処分は軽すぎると。我が党としましても大いに不満でありますと、自民党の議員から我が党としましても不満でありますと、大いに不満でありますと糾弾されているにもかかわらず、所長の職に居座り、かつこういった所長の次に、責任の重い次長という職の人間が児童福祉に反する発言をしている、こんなことが許されていいんでしょうか。どう思います？まともだと思いますか？千葉県の児童福祉行政、音声証拠はすでに上がっています。はい、何でしょう。はい、何でしょう。見てください、ネットに上がってますから。上がってますから、誰でも見れますから、世界中の方誰でも見れますから。で、私ちゃんと文書でも出してますからね。もうどうにもならないぞ。青木さとみ次長がそう発言してしまったわけですから。で、もし全文の音声欲しいのであれば、私いつでもお渡ししますし、長い音声ありますから。重要な証拠の部分、私が一時保護所のなんたらかんたらとか言ってる最中に、あなたの推測でしょとこう遮るような感じで言ってる音声上げてますから。いや、もうあまりにもひどい。もうこういった行為をしてる人間がどれだけ、子供たちを苦しめてるか。いや、本来虐待で傷ついた子供たちをケアしなければいけない一時保護所で、子供たちにひどいことをしていると、そういった声が子どもたちから上がってるんですよ。それをかき消そうというのはまさしく隠蔽で、いや嘘でもいいから、いや改善に努めますと青木さとみ次長がおっしゃられたんだったら、私こんなことしません。嘘でもいいから子どもたちのために頑張ります、改善に努めますと言ってくれたら、こんなことはしません。ふーん、はいという態度で聞きながら、かつあなたの推測と子どもの意見を踏みにじる言動が出たのが日本国民として許せない、千葉県民への冒涜だ、裏切りだと、私は強く憤りを感じました。そしてそれを伝えたにもかかわらず、全く処罰すらしていないということは、千葉県の隠蔽だと認定せざるを得ない。この昨年の隠蔽、悪質な隠蔽と言われたにもかかわらず、この通り私の意見といった声も隠蔽したと、千葉県は隠蔽したと、そういった不適切な言動をした職員をそのままにしたり出世させたりしている。こういった現状で子どもたちが救われるわけがない。現場の職員が気持ちよく子どもたちのために、虐待を防ぐために働ける環境とは言えない。児童福祉士の環境を整えるためにも、悪質な管理職は即刻処罰せよと、そう、訴えてるわけであります。わかります？今県庁前で演説中ですけど、はい、意見というか事実を述べてるんですよ。 GG2 ですよ、意見じゃなくて GG2。 青木さとみ次長がそういう発言をしたという事実、そして私がそういったのをすでに県庁でその後散々伝えているという事実、そして処罰もしていない事実、
そして昨年こうやって悪質な隠蔽とマスコミから散々言われたにもかかわらず、こうやって揉み消そうとしているんじゃないかという事実、全部事実、意見ではなく事実、わかります？わかりますよね。今事実を述べてるぞ。事実、意見ではなく事実ですからね。事実で、この、で、私はこの一時保護に関していろいろ話聞きますけども、あの安全確保するのは第一というのはわかるんですけども、でその後の対応の仕方が会議で非常にまずいやり方をしているという話も聞くわけですよ。私たちは子どもたちが帰る場所を作るために暮らしてきているのであって、虐待する親を処罰して、あのそこに親、あの子どもを返さないということではなくて、子どもが安心して親元に帰れるように、あの対応するという、まさしく児童相談所が本来やるべきことをやってるんですけども、そういったお話を聞いている中で、市川児童相談所やこの柏児童相談所、中央児童相談所等でですね、かなり会議の内容おかしいんじゃないかと、そういう決定の、まあ、闇のプロセスが働いてますね。児童福祉士さん、現場の児童福祉士さんがなんか頑張って、なんか帰れるように動いてにもかかわらず、会議でなんか否定されている、そういった状況が垣間見えるわけですよ。でそこで例の青木聡美次長のようなああいう方がいらっしゃるということですよ。これじゃ信用できないと、認識してるんじゃないかと思われてもしょうがないですよ。あのような管理職の方が上にいて、で現場の方が一生懸命頑張っているにもかかわらず、会議で簡単に通らない。本来であれば児童福祉法の一時保護の目的は短期間で終わらすものです。措置にするか返すか、それは短期間で決めるために一時保護と、一時という名前がついています。通常一時という名称がついたら、常識的に警察等ではもう数時間、長くても1日とかそういったものを想定するような単語ですけども、実際千葉県の一時保護はワーストで長いと、44日とかそのぐらい長いでしょ。長いということは子どもの権利を踏みにじっているということなんです。本来短くし最短で終わらせなければならない、その最短へのプロセスを踏みにじっている管理職がいると。でさらにですよ、私どものような公正な子どもが家に戻れるように手助けする人間が、そういった、一時保護されてショックを受けて、まあ、話をするのも辛いというような方に付き添いのため面談に同席させてほしいというのも、千葉県の児童相談所においてはまず拒否しております。これは拒否しなければならないと定めた法律ではありません。むしろ児童福祉法に基づくと、子どもの最善の利益であり、その子どもが帰る場所、そのために尽力している第三者の面談同席を拒否するなどということは、まさしく正当な権利の妨害であり、刑法193条の公務員のその職権をもって、義務なきことを行わしめたり、権利の行使を妨害した者は懲役に2年以下の懲役または禁錮に処すと、これにこの条文にぴったり該当するわけですよ。わかります？これ法的根拠わかります？たとえ弁護士のような守秘義務のある人間を同席させるべきというふうにガイドラインがあったとしても、その上にあるのが児童福祉法ですから、でましてそういった児童の最善の利益のために尽力するものを、しかも身元が明らかで個人情報守秘義務等、誓約書などを書くと申し出ている際に、これを拒否することは明らかにこの刑法193条の職権内容に当たると。とにかくここの児童家庭科、法律に弱いというか無視するというか、法律踏みにじるような人間が多すぎるんですけども、この点はいかがでしょうか。いかがでしょうか。面談の同席拒否、なぜ千葉県は拒否するんでしょうか。東京都では当然子どもの最善の利益を考えて我々のようなものの同席を許可します。弁護士資格など関係ありません。拒否する理由はありません。法的根拠がございません。
まさしく先ほどの問題に戻ります。個人情報保護条例、県の個人情報保護条例を理由にと、はい、これも法的根拠がない。この子どもの最善の利益に同席したいという理由について拒否する法的根拠などこの地球上に存在しないわけですよ。それをなぜさせないのか、これが千葉県の児童相談所が隠蔽に努めていると言ってもしょうがないところですよね。第三者が同席して、うん、そうですねと、会議に挙げてくださいと、そういう感じの内容を聞いて、それで会議で全然通らなかったとか、そういったのを第三者に知られるのが嫌だからじゃないですか。この会議の決定プロセス、かなりちょっとおかしいんじゃないかというプロセスが千葉県の児童相談所の会議多すぎます。これが開示できないのが一番の理由じゃないでしょうか。あまりにもひどい。ましてや管理職に青木さとみ次長兼主席児童福祉士のような方が未だにいらっしゃるのであればなおさらですよね。さらに奥野智之所長は散々栗原美也さんの時にですね、マスコミに対してわからないわからない覚えてないとかごまかしましたね。逃げる発言しましたね。こんな方々が千葉県の児童相談所の管理職にいらっしゃるわけです。で、あなた方この児童家庭科の人間は彼らの、まあ、職場の後輩にあたるわけで、あんな大先輩に物なんか言えないんじゃないですか。違いますか。言えますか。入江隆太さんのような方が児童相談所長に何か言えますか。ちょっと法律に反してるんじゃないですかって入江さん言えますか。言えますか。言えませんよね。黙って認める黙認でよろしいですね。入江隆太さんよろしいですね。入江隆太さん黙認で黙って認める児童相談所長に法律に反するようなことをしていることを、入江隆太さんはそれは法律上間違っていますよと注意できるような人間ではないということで間違いないですよね。ええ、言えないでしょ。言えないでしょ。じゃあ誰が言えるんですか。この課の中にいるんですか。この児童相談所改革室と名前がついてますけど、この室の中にそういったことを言えるような立場の人いますか。皆さん年下ですよね。後輩ですよね。言えますか。言えますか。それが実態ですよね。この千葉県の年功序列の弊害、年功序列により子どもたちの利益より管理職の利益が優先されているという実例ですよね。千葉県の悪い公務員制度のこれが見えるわけですよ。今の入江隆太さんの発言で組織の内需全てが見えるわけですよ。おかしいでしょ。どう見ても入江隆太さんはおかしいと思いませんか。法律に反する行為思いますよね。それとも思わないんですか。思わない。思わないということを黙認される、黙って認めるということよろしいですか。こういった法律に反するような行為が行われているということが入江隆太さんは何とも思わない、組織にいるから何にも感じないということでよろしいですね。黙って認めるということで黙認されたということでよろしいですね。2021年9月28日13時37分児童相談所改革室、入江隆太さん、児童相談所の法律に反する行為について黙って認めたと、ここに、はい、記録が残りましたね。残りましたね。残りました。入江さん、お父さんお母さん、先祖の方、家族の方、嘆いてますよ。こんな法律に反する行為に加担して上司に言われたのかどうか知りませんけども、こんな法律に反することをやっている、答えている、これじゃあ何のために公務員になったのかとご家族の方嘆かれてるんじゃないですか。
憲法第15条で公務員は国民全体の奉仕者とあるわけですよ。それを組織のためだけに働いていいんですか、入江龍太さん、どう思います？憲法15条ご存知ですよね。投げかれてますよ今この私のこの映像を見て。なんで法律に沿った正しいことをしてくれないのかと投げかれてますよ。もしこれが上司の命令でやらされているのであれば、法律に反する行為をさせられているわけですから、これは立派なパワハラ行為になるわけですよ。宮川室長がこうしなさいというのであれば、宮川室長がパワハラ行為をしてるんじゃないかと、そういうことになります。私はね、こういったパワハラ行為もなくしてもらいたい。若い職員にしっかりと国民のために仕事をしていただきたいと。そうでなければ、こういった違法行為を容認する公務員の管理職は、日本国憲法第15条の国民の権利によって罷免に向けて動かなければならないと私は思います。日本国民には、不適切な行為をしている公務員に対して憲法15条の権利に基づいて罷免する権利があると、これは間違いのない、事実だと、そう思います。入江さんはどう思いますか、この憲法15条の公務員の罷免、国民に権利があるわけですけども、当然ですよね、法律に反する行為をしている人間を罷免に国民が追い込むというのは当たり前ですよね。どう思いですか。そうですよね。いや、入江さんはまだ大丈夫だ。やはり管理職に問題があると言わざるを得ません。でさらに付け加えますけども、児童相談所がひどいことをしている内容もう一つあります。行政不服審査請求を出すと、どんな虐待をしていたかという内容を書いて、児童相談所が弁明書という形で出すわけですけども、その内容が、まあ、明らかに虚偽の内容が入っているケースをよく見るわけですね。これどう思います？これは聞いた内容を虚偽で記載しているわけですから、改ざんに当たると思いませんか？森友学園と同じ構図だと思いませんか？入江さん、こういうケースはどう思います？改ざんですよね。事実と異なる内容を弁明書に、虐待内容。そうです、聞いた内容、ヒアリングしている内容と違う正反対の内容が書かれていると、その応対の証拠、警察の書面、そういったもので、それが嘘であるというのが証明できる状態で書いてたら確実に嘘ですよね。じゃあ実例あげましょうか。嘘の、児童相談所の嘘の例あげますか。あげましょうか。じゃあ渡辺忠所長の名前で出された弁明書、この内容に、親が、安全でないというようなのを書くためにですね、弁明書の経過の中に、警察官、児童相談所の職員が訪問したけども施錠して応対を拒否しか書いてないんですよ。で、安全のためと次の週一時保護を行ったとあるんですけども、これ警察の記録を見ますと、その日警察官と一緒に訪問して中に入って安全確認をして、もうその経過の改善が見込めるので、そのまま帰ることにしたと書いてあります。完全に正反対、つまり渡辺忠所長の名前で虚偽の弁明書経過を出したということが明らかになっています。こういったことをして渡辺忠所長、私と面談してくださいと内容証明で自宅に電話を電話で内容証明を送りましたけども、ご丁寧に済んだことなので対応できませんと言ってきましたね。済んだことにするんですね、現在進行形のこと。渡辺忠さんってそういう方なんですか。
子供の最善の利益のために働かない、そういう方なんですか、渡辺正さんって。マスコミの方によく出ますよね、臨床心理士持ってて。で、期中発作なるものをご自身の名前でご自宅で商標登録して、平日昼間にセミナーを行ってますよね。そんな余裕のある方がなんで私と面談できないんでしょうかね。できないのはなんででしょうかね。後ろめたいことたくさんあるんじゃないでしょうかね。なぜお話できないんでしょうかね。マスコミと話する時間あるようですけども、私と面談できないのはこうして YouTube で上げられるのが怖いからですか。千葉県隠蔽問題、児童相談所の隠蔽問題、私は追及していきますよ。絶対に隠蔽は、公務員の隠蔽は許しません。特に退職金間際の所長が責任逃れで責任を果たさず逃げるなどというのは絶対に許されない行為だと私は思ってますから、国民も同じ気持ちだと思いますよ。我々の血税を給料としてもらっている人間が行使した権利に見合う責任を負わずに逃げる、これは絶対に許されない行為だと思います。こういったのを黙認してきたのをもはや許せないという形で、こういった公開電話演説という形でやらせていただいてます。千葉県がいかにひどいことをしてきたか、栗原美也さんの死亡事件の後いかに反省ではなく隠蔽の強化に努めてきたか、こうやって私が丁寧に集めてきた証拠で次々と明らかになってます。子どもたちの幸せのため、児童家庭科児童相談所改革室は改革をせずに、こうやって公務員の不正を隠蔽し、そうして責任者の責任逃れを助けている、こういった事実が浮かび上がってくるわけであります。こういった事実、この後どう対処するか言えますか。意見を聞いたことにしておきますで終わるんでしょ。隠蔽でしょ、改善しないんでしょ、改革室と言いながら。どうですか入江龍太さん、難しいでしょ。ええ、共有で終わるんでしょ。で、これ改革室と言いながら、こういった違法行為に対して何もアクションを起こさないって言ってるのと同じですもんね。今共有するというのは、処罰しますというのはなかったですもんね。処罰しないんですよ、これ。国民の皆さんよく聞いてください、処罰しないんですよ、これ。共有しますで終わるんですよ。これが児童家庭科のやり方、こうやって隠蔽してきた公務員による実質的な虐待行為、児童虐待行為について、こうやって共有しますと言って終わらせて、今私が言った事実は以前に言って共有されているはずなのに、入江龍太さんは再び共有しますと言いました。これが児童相談所問題、児童家庭科の対応ということです。こういった反省せず、改善せず、改革せず、そういったことで改革室の存在意義すら疑われるというような状況です。ちなみに2月に岩波初美議員が、議会で質問、一般質問してるわけですけども、そこで加瀬博健康福祉部長、全く答えてる内容とあれ意味がないですよね。あれね、なんとかしているところであります、中央児童相談所で研修を行っているところであります、研修を行って何か変わるんでしょうか。青木里美次長がああいう感じで言うのは研修で何とか変わるんでしょうか。変わると思いますか、入江さん。変わらないですよね、変わるはずがないですよね。いや、2月のあの議会傍聴していて、これはひどいというところになります。ちょうどあと1時間後ぐらいですかね、また再び岩波初美県議会議員が児童相談所問題につきまして一般質問いたします。そこにおいて
再び私が意見を述べさせていただきます。特に千葉県の児童相談所、児童家庭課の不手際、こういった隠蔽、共有しますという名のもとにおける隠蔽、公務員の隠蔽だけは絶対に許さない。私はその覚悟で、活動を行っていきます。こういった不適切な事実どんどん積み重なっていきますが、この責任誰が取るつもりなんでしょうか。入江さん、どう思いですか。こういった千葉県公務員の不適切な行為どう思いでしょうか。はい、こんな感じでですね、皆さんこういった相槌を求めても答えないわけですよね。これが千葉県の児童相談所問題、児童家庭課のやり方です。聞いているふりをして聞き流す、隠蔽する、これが千葉県の公務員のやり方です。栗原美也さんが亡くなったのは偶然ではありません。ミスがミスを重なりではありません。ミスは日頃から当たり前のように起こっていたのを隠蔽していただけです。それを発覚した際にミスがミスを重なりと嘘に嘘を重ねるわけですよ。そしてそれを隠蔽を強化する、こんなデタラメなことをやっていると、そう言わざるを得ないですね。こういった電話の応対一つ見ても他の部署と全く違います。他の部署は丁寧にお話を聞いた上で答えて隠蔽などしない、ところがこの千葉県の児童家庭課はこういった形でただ聞いているというのいうかただ黙ってるだけ、そして最後に共有 しておきますと言うんですけども、後で職員の誰に聞いてもその内容わからない、つまり隠蔽してるわけですよ。こういった隠蔽行為、この電話でよくわかると思います。隠蔽行為、千葉県公務員、千葉県児童家庭課の隠蔽行為証明されているわけですよ。昨年の6月この虐待死不都合を隠す行為、千葉県これ公表しない、事件検証の専門家批判、検証委員会が指摘の3点、こういったものを隠す行為をしていると、はい、ここで、都合の悪い情報を隠す行為につながりかねずと書いてますよね。以前より固くなに情報を出さずに隠蔽しようという逆向きの動き、個人情報保護の問題と県が担う公開性への責任は別だ、当事者意識がなく県の体質が疑われても仕方がない、全くその通りだと思います。今のは小木曽教授、東京経営短期大学の小木曽教授が千葉県の対応について批判したものであります。この個人情報保護に関しては、一切情報を公開しない方針を決めていたことを、この県の千葉県の個人情報保護条例に基づく措置という県は、個人情報法制に詳しい新潟大学の鈴木正智教授、情報法の権威ですけども、県の対応は法的根拠に乏しいと、千葉県の対応は法的根拠に乏しい、つまり法に反する説明だと、法に反する説明、それが千葉県の説明、野田氏の事件の反省が全く生かされていない、悪質な隠蔽と取られても仕方がないと、悪質な隠蔽だと、こういったことから全く改善されていないことが今ここに証明されました。改善しない、隠蔽を続ける、これが千葉県の児童福祉行政です。子どもたちの声を聞かない、子どもたちの声を聞かないことが
児童福祉法第1条第2条に反して第3条により公務員にあるまじき行為であることは明らかです。あるまじき行為を放任し、こうして今黙って聞くだけの、黙って認める、黙認する違法行為の黙認行為が今ここに繰り広げられています。そういった模様をこうやって記録に残すことで国民の改革意識を高めてもらう、千葉県の県政を改革するためにも、子どもたちのためにも、子どもたちを救うためにも、県の組織を変えていかねばならない、県政改革が必要であると私はここに強く宣言したいと思います。はい、入江さん、何かありますか？他にコメントございますか？大丈夫ですね。はい、じゃあこれは電話をここまでにしておいて、続きましてはい、普通に回線を行います。よろしくお願いします。じゃあまた、はい、失礼します。はい、聞いていただけたでしょうか。この通り、千葉県の児童相談所の行政、児童福祉行政はこういった形で隠蔽が行われていると、改ざん隠蔽が当たり前のように行われて、それに対して誰も文句を言えないという状態です。マスコミですら正しい情報を千葉県の児童相談所、児童福祉から得られない、そういった中、一時保護所を退所した子どもたちから児童相談所の一時保護所内で虐待のような待遇を受けたと、実際厚生労働省の一時保護ガイドラインに反する行為を行っていたという証言が相次いでいます。こういった公務員による実質的な虐待行為を行うことが国民の税金から行われて良いのでしょうか。子どもたちのため、この国の未来のため、こういった税金を貪る公務員を駆逐しなければなりません。しっかりと国民のため仕事をしてもらいたい。子供なくして未来なし、そういったところであります。敷地内ですから、ちょっと